毎度、麦です。ちょ、聞いて。こないだな、急に知らん人が来てな、車でうちだけどっか知らんとこ連れてかれて。ああ、なるほどな。これは捨てられたなって思った。まあ、うちを捨てたくなる気持ちもわかる。例えば、飼い主が寝る前にうちのことをゲージに入れるねんけど、その時にずっとゲージ感で音立てて、飼い主は寝させへんようにしてんのとか、あとはサークルのマットをめっちゃ噛んでもうたりとか、まあこれは何度も注意されてんねんけどな。なんぼ注意されてもやめられへんね。なんでなんやろな。人間界でいうカッパエビセンみたいなもんなんかな。まあ知らんけど。あ、ごめん、めっちゃ話脱線してもうた。ほんで、しばらく車に乗せられて、どっかに着いたんやけど、またすぐにゲージに入れられて、知らんゲージにいられるのに尽きちゃうから、正直めっちゃ居心地悪かった。全然寝られへんかったし。ほんで次の日、また全然知らん人が、うちのことを新しいゲージから出してくれて、そしたらそこがもうめっちゃ広くて、見たことないいい感じのおもちゃめっちゃあって、もうめちゃくちゃテンション上がったわ。しばらく遊んだら、またゲージに戻されたんやけど、数時間後またそこに出してもらって、で、また遊んで。なんかここでは、1日2回広い場所で遊べるみたいで、捨てられてほんま悲しかったけど、逆にラッキーって感じで、ええとこ来たなーって思った。おもちゃもめっちゃあるし、どれもこれもうちの好みやし、何よりもおもちゃに金かけてくれてるのが目に見えてわかった。前の飼い主はゴミで作ったおもちゃにくれんかったからな。ほんまええとこに来れたなって思ってたら、見覚えのあるやつが来やがった。え、なんでここにおるの？何しに来たんって言いたかったけど、そんなこと言う間もなく、小さい入れ物に入れられて、なんかうるさい乗り物に乗せられて、気づいたら迷ったしょうもない家におった。もうなんなん？あの素晴らしいおもちゃと広場があったところが良かったのに、また貧乏人の飼い主の家やんか。もう最悪やわ。なんか女の飼い主がサークル広げてくれたけど、言うても狭いし、何よりサークルの柵も金かけてないんやろ。安物なんやろ。もうちょいうちに金かけてくれよ、ほんま。まあ何や言うてももう貧乏人の家に帰ってきたもんじゃしゃあないな。今度飼い主がおらん時にパソコンで脱走の仕方調べようかな。ほな、またな。チャンネル登録と高評価よろしく。今なら、チャンネル登録と高評価してくれた人には、なんか素晴らしいプレゼントがあるらしいで。まあ知らんけど。